スノーマンメグロ連のダイナマイトカンコピに賞賛の声。メグロのダイナマイトダンスカンコピは SNS 上でも話題に。ダイナマイト踊るメグロくんめちゃめちゃかっこいいてて、BTSV の相性にも見て欲しかったメメかける BTS 最高すぎる3分で完璧に仕上げてくるのすごすぎるなどと賞賛の声が上がった。メンバーが頑張れと応援し、渡辺翔太がメメ、 メグロの愛称、楽しんで、と声をかける中、メグロは見事踊り切りカンコピに成功し、ガッツポーズ。成功者はメグロだけとなり、審査員を務めたダンサー振付師の高博は、音に対してクリーン、振りもクリーンでした。ナイスです、と絶賛した。またスノーマンと加藤が共演した映画、おそ松さん2022年の話題にも触れ、佐久間が、 撮影時にラウールが加藤の動きや表情に笑いが止まらなくなっていたことを明かすと、ラウールも、つぼりすぎちゃって撮影にならなくて、と振り返っていた。